だが予母は誰にとっても母なんだ。我らが従うのは彼女の声、そして意志のみ。なのに犯行の危険を犯すのか。その先の罰を受けようとも。話を続けろ。誰が罰を受けたか分かるはずだ。黙るがいい、キコリの犬めや。この男は長旅をしてきたのだ。少しは礼儀をわきまえろ。ミスターシセロ、私はあなたと予母が来てくださったことを嬉しく思っている。あなたの存在は喜ばしい伝統へ回帰することを意味する。おお、あなたはなんと優しく聡明なウィザードだ。我が女神の好意を受けられよう。あなたも予母ももちろん歓迎するわ、シセロ。守りし者としてのあなたの立場にもそれなりの敬意を払うつもりよ。分かったわ、あなたは。ありがとう、ありがとう、ありがとう。でも勘違いしないでね。この聖域の指導者は私よ。私の言うことは絶対なの。分かったわね。そうですとも、女神様。その通りです。あなたがボスですよ。ああ、ちょうどよかったわ。あのブツブツうるさいバカの話にうんざりしていたところよ。話したいことがあるの。あの鍛冶屋の任務のことか。バカって聞こえるように言ってるでしょ。一対一で圧倒されている。ええ、来ているわ。マルカルスの町へ行って薬剤師の助手と話をしなさい。店が開いている時間ならハグズキュアにいるはずよ。この娘は昔の男を殺してほしいと触れ回っているわ。どうやら黒き生産を取り行ったようね。名前はムイリ。彼女と話をして契約し実行してほしいの。これ儀式すれば誰でも殺すのかな。依頼人の望む通りにしてプロに徹すること、私たちの一員として立派に務めること、そして仕事を完遂すること。初任務だからムイリが支払った分だけあなたのものということにしてあげる。弾んでくれるはずよ。みんなそうなの。シセロがそれはおかしいね。そうですとも、女神様、あなたがボスですよ今のところはね。同じ家族の一員だ。いやいや、会えてとても嬉しいよ。どうやらカイドウで一度会ったことあるみたいです。ああ、無口だね。怖いね。昔ながらの本物の暗殺者だ。シセロは好きだよ。ああ、シセロは実にお前のことを気に入っているよ。嘘くさい。それで何しに来たん？ブラビルの予母の地下道が荒らされてしまったのだ。帝国地域はいさかいで破壊されている。今のところ安全な場所は存在しない。だからシセロが予母を新たな住処へと運んだのだ。ここはね、スカイリムで唯一残っている聖域なんだよ。わかるかい。私の番人としての誇りをかけてここにたどり着いたんだ。じゃあ一通り話聞きますか。まず予母って誰？何？予母がどなたかだって？おお、ご冗談を。騙されやすいシセロをからかっているのだね。お前ももちろん知っている通り、予母は我らの不浄なる母だ。偉大なる女性の不死なる魂であり、シシスの子を産んだ。そして彼らを殺したのだ。シシスの名誉のために。そのシシスって何なの？それは空間の寒さとか真夜中の恐怖について喋るようなものだ。シシスはその全てなのだ。すなわち彼は虚無なのだ。そうなのだ。番人って何する人？シセロは予母の体の面倒を見ている。歴性を塗って保存し守る。
我らの母なる者に誰も無礼を働かないようにね。そもそもあなたは何者？私？ああ、シセロはただの番人さ。我らが母なる者、ヨボの面倒を見ているんだ。彼女をきれいにして、守って、満足させて。だが私は聞こえし者ではない。それは違う。聞こえし者はいない。今はね。だがいつか、いつか、いつの日か、彼女の言葉を聞きに来る者が現れることを祈っている。あの言葉をね。聞こえし者ってのは何なのさ？聞こえし者とは、ヨボが唯一話しかける相手だ。闇の一党の一員が得られる最高の名誉なのだ。ヨボは死んでいるから言葉では話さない。その唇は腐っているからね。だが聞こえし者の頭の中に話すんだ。とても密接なのだと聞いているよ。だが長年聞こえし者はいなかった。ヨボはシセロのこともアストリッドのことも選ばなかった。他の誰もだ。だがいつか来る。それって嘘つき放題なんじゃないの？気をつけろよ。お前もな。仕事の報告をしますね。愚かな割にまた多くの信頼を勝ち取ったってところね。ドンスターから戻ってきたんだな。ベイティルドは死のとこに着いたんだろうな。まだここにいるのか？何か問題でもあるのか？それとも提供した仕事が手に負えないのか？もちろんそうだろう。鉱山の経営は大変だからな。あの手の仕事は殺人的だ。この仕事は本当に楽だよ。報酬を受け取れ。おめでとう。弱った物乞いを冷酷に殺してやったわけだ。敵に回したら大変だな。報酬を受け取れ。上出来だ。製材所では慎重にことを進めたんだろうな。あそこの破片や錆びた釘は厄介だからな。報酬だ。いい仕事だったぞ。ところで、あのシセロって人は何なの？モノマネ芸人、吟遊詩人、役者、曲芸師、手品師、その手の連中は嫌いでね。フルート奏者は頭痛の種でしかない。とりわけ嫌いなのが道化師だ。基本的に老女の死体にもあまり興味がない。ヨボに関しては例外だが、だが私が使えるのはアストリッドだけだ。他に何か仕事ある？ことを進めてくれ。私はシシスの忠実なる下僕。常闇の父が導いてくださるから失敗なんてありえないわ。ここの人たちってすごい暇そうだよね。バベットちゃんに会いたい。いたいた。子供みたいに見えるのはとても重宝しているわ。誰も何も疑ってこないんだもの。シセロって人には会った？200年前だったら不浄なる母に命を捧げるところね。でもそんな時代はとっくに終わった。今はアストリッドが母親代わりなの。何かアドバイスとかある？ハグズキュアに行くのよね。いい店よ。商品はよく確認して、薬でもどこでも良い品を買うことね。それともう一つ、人生を楽しみなさい。悪いことをするときだって楽しんじゃダメっていう決まりはないんだから。若いのは今だけよ。本当なんだから。
背伸びしてる子供みたいで、かわいい。危険だけど、それだけ得られるものも多いわ。さて、何を教えられるかしら。90で訓練はストップみたい。殺しは上手に、定期的に。そうそう、顔が若干浅黒いのは、どうも不具合っぽいです。ターゲットは、私が脅威だってことに気がつかないの。絶対にしてはならないミスね。一応直せるんですが、エリチェーンの旅に直す必要ありそうです。そろそろ着替えます。久しぶりに、ちゃんと胸のない服です。ちょっと裸エプロンっぽい？足はこうなってます。変人ばっかりや。ああ、確かにお前のことを知りたい。だけど母の面倒を見ないと、少しだけなら話せるかも。ムイリの仕事を片付けてきて。今後も仕事はたくさんあるわ。約束する。仕事についてもっと詳しく。自分らしくやればいいわ。自分に合った方法で標的を消せばいい。派手さもスピードもあなたのお好みでいいのよ。場合によっては指示付きで仕事を任せることもある。その時は指示通り仕事をこなせたらボーナスを出すわ。ヨボが来たけど何かあるの？別に何もないわ。断言してもいい。ヨボは闇の一党の長い歴史における1ページに過ぎないの。それも長い間閉じられたままのページよ。今では私たちは独自のルールに従っている。ここはタムリエルに残る最後の聖域よ。古いやり方を捨てることでこうして長い間生き延びてきた。むしろ心配なのは守りし者ね。ヨボが持ち込まれることで何かが得られるとシセロが期待しているのかどうかはわからないけれど、この聖域は私のものよ。お互いにフラグ立てまくってるね。ムイリと話をして、私はヨボとあの道家を相手にしないといけないの。どうせそのうち勢力争いとかするんでしょ。あの人が今回の依頼人みたい。時間的に続きは次回かな。なぜそんな目で見るの。闇の一刀です。闇の一刀。ああ、驚いた。本当に来てくれた。黒木生産は本当に効果があったのね。それで依頼内容は何。望み、アライン・デュフォンの死を。あいつを追い詰めてまるで犬のように殺してほしいの。え、殺した覚えないけど何この選択。何？アラインが死んだ？そう、嬉しいわ。ただ、こんな展開は全く想像していなかったけど、アラインには、その、もっとなんというか。まあ、いいわ。本当に死んだんでしょ？ありがとう。このゴールドは支払おうと思っていた報酬よ。これであなたのものってわけね。終わっちゃいました。どうもどこかで勝手に死んでるみたいですね、ターゲット。まあ結果オーライ。報告に戻ります。ご視聴ありがとうございました。